皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードリベレーションズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、エピソード6をクリアで、今日はエピソード7に向かっていきましょう。これまでのバイオハザードリベレーションズ。違う、俺たちがいるのはクイーンセミナミスだ。通信システムにエラーかよ。直せるかもしれないわ。それでも無事か。繋がったわ。状況を確認させてくれ。ああ、緊急事態だ。バイオ公衆詐欺システムに動きだ。テナグリティアを焼き尽くした衛星が。ボス、早く脱出の手配を。すまん、それは許可できん。代表、どういうことですか？ああ、残された時間はほとんどない。正確に言えば脱出は不可能という意味だ。どうする？会場からクリスらを向かわせているが、間に合わんだろう。どうすんの？クリス？彼らは無事だったの？説明の時間はない。私は照射自体を止める努力に走る。以上だ。くそ！今日は人生最良の日だな。まあつまりどうしようもありませんと。なんとかしなさいと。どうすっぺ。一旦こっち行って、アイテムなし。しかしね、組織の管理体制こんなんでいいの？自分だったらやめるけど。状況は代表から聞きました。打開策は一つ。なんだ？衛星の照準をずらすしかありません。どうやって？そんなことできるのか？その船の情報は入手済み。何か手はあるはずです。ひとまず船内に戻ってください。また連絡します。よしでですね、多分こっちかな。下になんかある？そこね。多分前回撮ったんだけど、新たに湧いているで、マシンガン弾薬とね。これはライフル弾薬ケース。これ前回あったっけ？多分あったとね。他に何かあるっぽいよ。おや？これちょっと待ってね。どこだ？うん、そこね。この隅っこ、隅っこ暮らしで、カスタムパーツ。さあこれ取って、一応チェック。何でしょう？待って。とね、ここにマシンガン弾薬ケース。これは多分前回なかったと思う。で、ダメージ3。さあどうしましょうね。これかな。ここにダメージ3、威力を 40% 向上、つまりダメージ 140%。 よし、こんなもんかな。とね、これをファイアレート、こっちにしよう。よし、一応こんなもんかな。さあだいぶ強くなった。ほんで、こっち行けません。おや、となるとこっちか。ここね、サザエさんが来たところ。いや違うんだよな。こっちから来て、あ、待ってね、あっちか。そっちがね、こっちか。多分こっちじゃないですね。よしよし。さあこっち乗って行くでい。
さあロード入って再び掘る。またまた何止まった。くそ、どうやら故障したみたいだぜ。今度は故障か。ほんでね、次どっちだ、これどこ行くの。これ今のところ目的地ないぞ。どうなってる。作戦が決まりました。 UAV を使用します。 UAV？ 無人飛行機がこの船にあるの。ええ、1年前ベルトロが使用したものが船首のコンテナに格納されているようです。搭載されたチャフを散布すれば衛星の照準を目くらましできるはず。わかった、船首に向かえばいいんだな。急いでください。以上です。よし、で船首ね、こっち行けません。しかし衛星の照準って本当にチャフでごまかせんの。ほんでね、そっちね、選手で、こっち食堂ね。一旦ここを通ってっか。確かにここら辺にカードキー、あれを使える扉があったはず。これかな。まず一つ、客室の下階で、これプロムナード。まず一旦下階か。一旦こっち降りて、いや、待って、そこ行けんな。いや、必ずレギアソリスを。あ、レイモンド。何してんの。このままベルトロと心中するつもりか。早く選手に向かえ。俺は俺でやれることを探す。こっちではなくて、この上か。レイモンド、彼はなぜこっちの作戦のことを。もうね、組織ガバガバ、どうなってるかは分かんない。さあとりあえずこっちかな。カフェテリア、食堂ね。一旦こっち入って早く。でフラグ3つとバリバリ2つ。はよ、いて。よし、敵いません？あ、いますね。待ってね。あの敵にはスナイパーライフル。危ないよ。飛びない、くっそ。よし、ぶっ飛んだ。どう？もう一発。よし。とね、そこにいんのか。上ね。これ当たるかな？判定ある？よし。で、セーブ入って、弾薬、一応取っとこう。あー、またちゃ、あ、こいつか。あ、まだ激しすぎない？あ、待って。これなんすか？これなんすか？なんすか？ん、これもしかして即死？あっぽいな。あー、え、マジでこれ即死か。いや、これへこむわ。早速ここで死ぬ。ああいう攻撃もあんのね。くっそ、リベンジマッチ。ほんで降りてきて、よし、即死技持ち。これ完全に穴を掘っていた。危ない。で、爆発もする。でですね、次、客室の下階、そこに行きたい。これどう行くんだ。ジル、急ごう。 UAV は静止だ。うん、そこね。よしよし、待ってね。そこに空いてまって、これいけるっしょ。よし、で弾薬、どこに。これなんだ、おそらくマグナムですね。パイソン、よし、こいつをゲット。何発、弾少な。相談数6発。
さあ処理って、さっきの一回死んだのな、あれが本当に悔やまれる。でこっち、こっちですね。あー、まちゃちゃちゃちょ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 待って、レイチェルいるのここに、マジで。おい、パーカー倒したはずじゃ。悪いが、お相手はごめん、ごめん。いて、こいつ強くね。はい、マグナム打ち込んでも全然死なない、勝手な。待ってね、あ、こいつら雑魚か。来てる、どう、よし、さあやっつけて、なんか出るっしょ。おしよし、違法活単発これ取って、とそっち、よし、さあお薬ゲット。でからのこっち、レイチェルな、ここで湧くんか、あいつ。さあリロードしてからのお手て、待って、今のひるんでなかった、申し訳ない、マジで申し訳ない。で再びリロって、一応回復。待ってね、これ今回ね、ちょっとヘボいな、プレイが。今のもキルミではない。うん、普通にやった方がいいね。普通に殺そう。さあ、スキャンしてからの措置。ハーブ3つ。よし、結構あんな。さあ、ピャーといって、こっち。で、こっちは、これは開きませんね。で、そこにアイテム、弾薬取って、で、こっちも。とね、ここボックスね。さあ、さっきのパーツは？バースト4。バーストか。マグナム一旦、これアウトして、こっちかな。でね、バースト4。一度のトリガーで3発の弾を連続発射する。今の多分いいかな。しかもこのライフル専用アサルトライフル。若干報酬としては微妙かな。ほんで待ってね、そこに何かあったぞ。ここか、弾、よし。今んとこマシンが一番嬉しい。これ取って、で次は？こっちではない。200。こっちじゃないね。あ、ですね。トイレ。こっちではなくて、で次上かな？ということはこれレイチェル。あれ別に倒さなくてもいいんか。っていうかこっち来なくていい。またこれ復活するのかな。よし、さあスキャンして、どう、次は、待って、そっち行ったね、さっき行ったね、ですね。さあ次食堂か。食堂通って、で客室上階、あ、そこにいるわ。こいつか、さっきの。あ、なんだ、あ、復活した。おし、どう？で、ぶっ飛ぶ。そうね。ほんでね、これいけるよね。あ、ですね。さあ、これは？ショットシェルとマシンガン、よし。とマグナム、これうまし。サイトも取って、でカスタムパーツ、
で特に書物はない。でからの装置、こっちか。ここも結構通ったな。多分3回目ぐらい。あれそこにいる。これ待ってね、ライフル使っていきたいんだけど。よし、で一応スキャンして、でこっちね、ここいるっしょ、やっぱりね。さあもう一発、 OK。 ほんでマップ、正面は特になんもない。個室だよね、302。ここなんかあったっけ。ありませんね。ということはこっち。あれそこにまたいんの。ようこいつ配置されてんな。よし、さあ2発目。でスキャンして、で次そこにいます。危ない。何の音。あ、そっちにも。よし、でピッピして、よしよし、薬をゲット。ほんでね、あ、こっちは、こっちじゃない、こっちじゃなくて、こっちではなくてそっちか、こっちだよね。いや待ってね、こっちから来て、こっちか。ね、多分こっち行けるよね。あ、ですね。とここにダリンの鍵、これ前行ったっけ。もう行ったっぽいな。何もなし。さあということはそっち。よし、どう？さあリロって、そう、あれはひるみではない。よしよし、で再びスキャン。でこっちね、そうそうそう、これエレベーター、これがねマップだと分かりにくい。個室にも見える。ほんで選挙か、いくぞー。これ合ってるよね。あ、ですね。よし。ジル、急ごう。UAV は戦士だ。待ってね、向かってるよ。あ、ここ、ここ怖いやつ。しかし、敵おりません。よしと。さあ、サクサク行って。ね。ほんで。これでは無理。この機械では通信できません。でからのこっちじゃなくて、降りてからのそっち、一旦降りて、あ、ですね。で降りた先にカードキー、金庫か、確かこっち、こっちのね、そこじゃない。そう、そこにあった。さあこれ開けて、何でしょう。よし、金髪で、これ取って、アイテムなし。で、行きましょう。再びエレベーター。そっちね。これ乗って、これ迷うよね。よし。で、甲板。で、着きました。UAV はどこだ？どこ UAV？
あ、ま、待って待って、めっちゃでかいと思ったらハンターか。そんなにでかくはない。あ、ん、来る？さあ、弾、これ取って、ハンターということはマシンガン、大活躍。で、マグナムだ。と、フラグ、ありすぎ。おし、とこに、違法パーツ。これ取って、ハーブ取って、コンテナボックス。意外とボックスなくね？多分ないよね。うまいか。さあ、マシンガンとショットガン。行くで。で、ここにハーブ。これ持てま、あーも、危ない。いっぱいいるいっぱいいる。待ってね。ここはね、よし、インファイター。それと、ダメージ4。と、デイズ2。よしよし。さあ、ここはね、さすがにこの、ライフル、これ外して、で、マグナムかな。ここにダメージ4。いや、これ、ちょっと待ってね、これどうしようかな。ファイアレート。ファイアレート。これいこう。インファイター。これも使える？で、最後にダメージ数。よし。これ乗せて。でですね、次。この2つかな。敵を足止めする力を 100% 上昇。これをね、デイズ2。こっちにしよう。ひるませる力を 100% 上昇。これにして。こんなもんかな。とね、ショットガン。これむずいな。ロングマガジン。こっちにすっか。よし、これで行きましょう。よし。さあ、ここでパンチタイム。キックね。あ、待って待って。いっぱい来てる。足止めして。よし。さあ、固定になって。パンチ。パンチキック。で、マグナムリロって。よし、ナイス。どう？そう、銃より格闘の方が強い。そういう世界。おしおし。で、弾取って。UAV、どこ？多分こんなか。あーっと、危ね。今の危ね。もうダメでしょ、そういうことしちゃ。で、ハーブ持てません。いてー。よし。さあ、ハブって、これ強いよ。ん、もういない？あ、来ますね。バンバン来るわ。おい、パーカーパーカー、お前何やってんだ。よし。さあ、虐殺して、これ、これでね。片付いたようだな。よしよし。やったね。なんかねえか。ありません？ここ怪しくね？うん。あ、手形ね。よし。さあ、これ取って、で、コンテナ。フラグ使わんかったね。これね。あったわ。助かった。BSAA の代表が何の要件だ？ああ、これは1年ぶりですな。手短に行こうか。悪いが手遅れだ。さあ、これでチャプタークリア。 S ランクと A ランク。一回死んでしまったあの雑巾絞り、あれがね、もったいなかった。
あとはこれをできるだけ遠くへ。準備完了だな。間に合うといいが。さあ、次からスタート。準備できたわ。では直ちに戦争にある制御室に向かってください。戦争へはサイドデッキを通れば近いはずです。そんな話があるなら先に教えろよクソ。で次戦争か。待ってね。ここにアイテム何でしょう。パーツと箱ね。これは復活してる。よし、弾ありがたい。これ取っていくで。今回は死なずに行きたい、できれば。そんでポチ。なぜレギアソリスを起動したか聞きたいのだろう。何を恐れている。神の雷を放すにしては落ち着きがなさすぎやしませんか。衛星照射システム承認待機中。時間だよオブライエン。何時一切の望みを捨てよ。衛星照射承認完了しました。照射までの残り時間を逆算しました。検証します。さあ、あのおっさん、ベルトのなんていうの、合言葉、あれを知っていた。あー、待って、ここまずいんでね。よし、さあ、溜めて、キック。よし、ね、さっきのパーツ一応確認しよう。で、ロングマガジン3、これ取って、ロングマガジン、これかな。よし、これにして OK。 至近距離こっちにしようか。よし、さあこれでいくで。あ、待って、そこにいるわ、あいついるわ。あ、ただドラム缶、これいっぱいあんな。待て、走るけども待って、今ので死んでる、マジか。待ってね。さあ弾取って、どう、そこにいっぱいいるわ。もうちょい引き寄せていこう。他にいません。さあ、溜めて、はい、よし。ギル、やばいぞ、熱くなってきた。待って、気温まで上がっている。照射まで時間がないわ。マジか、もう焼かれんの。アイテムなし。あー、待って、そこにあいついるわ。トライコーン、あとボムの人、危ない。よしよし、一応スキャンする。よし、でこっち行くで。パーカー、はよはよ来て、はよ来て。何してんの。さあ残り3分。まずいわ、時間がもう。3分で何する。シャフも開けるか。エレベーター長えよこれ、どうなってんの。労働、おい頼むって。30秒間くらい何もしてない。よし、でここにコンテナ、これあって、ハブ、あ、そっちね、そこに行けと。いやー、見えること見えた。あ、レイチェルいんのこれ、マジで殺していく。あぶねえ、
危ない。これ殺せる？殺すとなんかもらえると思うんだよね、多分。どう？うわ、全然死なんぞ。マジで？どうなってんの？弾がね、ここでレイチェルか、マジか。どうなった？死んだ？ここまでやったらさ、これやるしかなくね？よし。で、パーツ取って。残り1分半。待ってね、急ぐんで待ってね。アイテムなし。あー、で、こっちゃない。くっそ、カスタムパーツ。うお、これギリギリでね。いける？レイチェルな、マグナムか。使うべきは。あれ、こっちじゃない。そっちか。ここにちょっともったいないんだけど、あいつをマグナムで一発切る。下です。あ、ここなんかまずいやつだ。どっちどっち。あ、なんか怖い気配がすんな。さあ、フラグ投げて。どう？死んだ？これな、あー、ここでスキャグレッド来る、マジか。どう？ぶっ飛ばす。さあ、これマグナム。危ない。で、からの体術。あ、残り10秒。これまずいな。仕方しよう。いくで。あ、ロケットランチャー。あ、待って、これ取って。で、こっち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 。あー、終わった。終わった。マジか、これ。レイチェルさんね。いや、これ申し訳ない。こうなんの。で、ロケットランチャー、そこにあった。いや、これへこむわ。どっから？あ、ここから。っていうかな、あの、エレベーターがね、長すぎた。と思う。私は。レイチェルは？いて。さあ、レイチェル速攻で殺して。よし。で、パーツ。これ、そっちのパーツ、一応取っとく？いや、これ無理か。時間がなさすぎる。いてー、ここ結構これえぐいぞ。制御したとこだ。さあ、こっち降りて。よし。で、マグナンバー、うん、違う、弾薬ケース。よし、これ取って、で、そこに1個ポイして。あー、で、そうなんだよな。待ってね。あ、こっち無理か。よし。さあ、素通りして、で、ロケラン、これ取って。オッケー。で、こっち来て、こっち来て、こっち来て。来いよ、来いよ。なんで来ない？こっち来てよ。よし、オッケー。さあ、殺して何か出さない？出しません？出した。よし。で、パーツ取ってからの措置。で、マグナム回収して。さあ、残り14秒、12秒。これ、いける？あー、なんかギリギリいけないっぽいな。どう？うわ、くっそ、無理か。いや、これへこむわ。レイチェルね、あれを無視するか、パーツもらうか。ぶっちゃけ無視してもいいんだけど、なんか殺しておきたいんだよな。
よし。よし、さあやっつけて、でパーツゲット。よし、あとね待って、こっから多分これいけるっぽいな。降りていく。よし、なるほど。でショートカット、なるほどね。でこれ処理って、よし、でですね、ここで入れ替わっていきたい、できればね。よし、あこれならいけるわ。でロケラン取ってパーカー、こっち、さあやっつけてからの、よし、でパーツ取って、なるほど。これ結構カツカツじゃない？まずいぞ、時間が。分かってる。あー待ってる、リロードしちゃった。よし。でこの先どう？ここね。お願い間に合って。さあこれでエピソードクリア。エピソード7、ザ・レギアストリス。今回やっぱりあの最後はきつかったね。2回死んでしまった。ただ一応それでも A ランク。よしよし。さあどうね、今回も一旦こだわりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザードリベレーションズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。